滞したサービスエリア3選。1つ目、カノサービスエリア。このサービスエリアは山口県の中国自動車道にあるサービスエリアなんですけど、ガソリンスタンドとインフォメーションセンターが消えてしまいました。そしてレストランと売店が超縮小された状態で続いています。じゃあなんで衰退してしまったかっていうと、結論、山陽自動車道にお客さん取られちゃってるからね。これね、中国自動車道と山陽自動車道って共に大阪と山口県をつなぐ高速道路なんですけど、もともとはね、中国自動車道しか作る予定なかったんですよ。しかし後から山陽自動車道が建設されて、広島や岡山などの大都会を通るから、車がどんどん山陽自動車道に流れて、中国自動車道を使う人が激減してしまったからみたいで、ね。二つ目、津軽サービスエリア。このサービスエリアは青森県にあるんですけど、前はガソリンスタンドもレストランもあったんですけど、今は上り線はファミリーマートと自販機だけになっており、下り線にはちっちゃいフードコート残ってるんですけど、昔とはもう比べ物になんないぐらい衰退してるみたいで。じゃあなんで衰退したかっていうと、もともと需要が少なく、なのに充実した設備を作ったため、なんとね、1979年に津軽サービスエリアができてから、10回も駐車スペース100台を埋めるほどの混雑をしたことがなかったみたいで。そして第1位、以下上のサービスエリア。まずここはパーキングエリアとサービスエリアの2つがあるんですけど、フェンスで区切られていて、もうとにかく廃墟化しております。これ、名阪国道の大阪方面だけあるんですけど、レトロな雰囲気がプンプンに寄ってきて、ほとんどのお店がやっておりません。ただし、土手焼きのお店が1店舗だけ残ってるので、ぜひとも寄ってみてください。じゃあなんでここまで廃業化したかっていうと、これね、分かってないんですよ。まあおそらくはバブルの時と比べ、利用者が減ったため、どんどん廃業化したと言われています。ぜひ他にも元気がない、サービスエリアやパーキングエリア知ってる方がいらっしゃったら、コメント欄まで教えてください。ありがとうございました。